京都にあった。そう、見えない。まずは日焼け止めを塗っていきます日焼け止めを塗っていきます。はいなんかさ、声 なんかガスガスなんだよね、まだ。いや、どこが雪なやねん全然違う。そう、なんかお顔がね、すごい黒目が大きくなって、なんかキュルキュルになりました。そう、ちょっとインフルエンザかかったらこうなりました。そうそうそう、飛び出し坊やっていうの、それって。そう、イメチェン。そう、みんなさ、今日さ、今日暇でしょ、みんな。今日全員暇だよね今日さ、全員暇って聞いたけど、暇だよね。寝起きじゃない、寝起きから2時間ぐらい経ってる今日全員暇って聞いたよ。え、そうだよ、全員。そう、日焼け止め。そう、今日ね、2時からね、地上波あって、2時から2時半の間がね、多分ね、あれできるの、投票できるの。みんな、2時から2時半。2時開けといて、2時。全員暇らしいじゃん、なんか。代々木？今日代々木なんかあるの？じゃあ代々木、私も行こう。きょんさんありがとう。あ、みわさんもありがとう。情報技術研さんもありがとう。イベント中？何のイベントだよ。暇だって言ってたじゃないか。そう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 。そうなのよ。そうなの。ポイントが2倍になるらしいのよ。なんじゃそりゃって感じだよね。ピアリーナ、今日なんかあんの？あ、スタタン？スタタンあんのか。あ、だからか、昨日なんかさ、富里奈央ちゃんがインフルエンザになりましたみたいな、見た、ブログ。です。予防接種、本当だよね。ファンイベ？あやみんさんのファンイベは大事だけど、大事だけど、もっと大事なものがここにある。そうそう、そういうこと。え、じゃあ一回そのさ、ほら、あ、やばいやばい、お腹痛くなってきた、あ、お腹が痛い、お腹が痛いって言えばいいじゃんね。そうでしょえ、下地がなくなったんですけど、そうそう、 FNS 歌謡祭マジでしがみついてたよ。え、もうね、ちょっと FNS 歌謡祭の話していい？もうさ、船のオンライン SKE ってこと？もうさ、 FNS 歌謡祭さ、最高だった。なんかほんと最高だったっていうかさ、もうまずフルッパーと高猫が見たくて、もう最初からテレビにしがみついてたのね、私でさ、失礼いたしましたもう、あ、もうめっちゃ可愛い。もう、あの、私の推しメンのね、鎮西鈴鹿ちゃんがね、天才でね、そう、飛びたくんだっていうの、飛び出せくん、飛び出す、ん、星の家の時トイレが、そうなの。フルッパー私めっちゃ、もうめっちゃ初期行ってるから、ライブ。こっちとら横浜千倉っていうさ、もう夏ずっとおすずがいる限り私はずっと見てるからさ、マジでフルッパーで、ずっとね、フルッパーこれから来ますよって言ってて、本当に言ってて、ずっと言ってて、であんま信じてもらえてなくて、本当に来たやんけって最近威張ってんのえ、マジでめっちゃ来ますからみたいな。あまねちゃん、だって私のさ、なんか地元のさ、マウント決まって
え、だってさ、なんかムカつくやん。だってさ、そうかなとか言って言われるんだよ。だってこれから本当に来るからみたいな、もうめっちゃ言ってて、とか言ってさ、俺はちょっとみたいな感じになるわけじゃん。なんかそう、あんま興味ないかもみたいな。だからさ、え、待って待って、ゆうやさん久しぶりすぎん。おはよう。え、そ、ちょっとさ、イラってするやん。これから来ますとか言ってさ、嘘つきとか言ってさ、でもさ、来たら来たでさ、なんか今ハマってんだよねって言ったらさ、ハマって、ハマって、その人はハマったわけじゃないけどさ、え、来てるねとか言ってさ、言ったらさ、だから言ったじゃないですかってなるじゃん。そう、そうじゃんね。ね、え、お久しぶりすぎん。なんかさ、でもあれだよね、ショールームのアイコン変わってるから私一瞬疑った。なんかさ、違うアイコンだったと思ってるんだ私は。もう私はあの、何、お披露目、お披露目の時からあの見てるんです。私はチンジェ鈴香ちゃんがずっと好きなので、お披露目っていうか誕生する時から見てるんですよ。いや本当に蒲池雪乃の記憶力は恐ろしいわ。皆さん、皆さん気をつけなはれ。え、そう、太鼓かわいいよね、見つけたの。でさ、私のお母さん、私お母さん、私の、私お母さんいるんですけど、あの、狙ってない。そう、私お母さんがね、 LINE っていうアプリやってるんですけど、なんかお母さんの LINE のアイコン、このなんかたい焼きじゃないけど飛び出せ帽子くんなのね。なんでそんなダサいのに使ってんのって話なんですけど、だからお母さんにね、お母さんの LINE のなんかアイコンのたい焼きのやつじゃん、なんかたい焼きバージョンじゃんと思って写真撮ってこれを送ったの。そう、え、そうだよね、私が育てたんだよマジで、みんなのこと。みんなだから感謝した方がいい、育ての人に。育てのゆきなさんに感謝した方がいいよみんな。どういたしまして。え、そう、私ね、なんかそう、黒目がすごい大きくなっちゃったんです。みんな、あのさ、私のことをさ、ずっとさ見てくださってた方たちはさ、あのみんな俺がユッキーナを育てたって思ってるじゃん。逆だから、そこんとこよろしく。みんなわかってる。飛びたくんって名前なの？そうなの？知らないんだけど。ギャグ。みんな、やっぱさ、あの、私も思うじゃん。なんかさ、やっぱ子さんから、子さんの方たちとかはさ、俺がユキーナを、とかさ、なんか俺が誰々ちゃんを、ここまで、なんとかだ押し上げたみたいなさ、な、言いたいじゃん、わかるよ、私も言いたいもん。でも、でも、でもさ、蒲池雪乃さんに関してはみんな逆だから。新規だからわかんない。はじめまして、いらっしゃいませ。一般人 OL の部屋へようこそ。すごくね、一般人 OL の部屋って面白い。やってることがわからないですか？本当ですか？でもさ、OL 今顔作ってんのよ。そうだってさ、そう、
ほら、かまちさんに育てられてみんなそう DD になったりとか、あと、だってさ、私の影響でエコラブ好きになった人多くない？って思うんだ。え、なんかさ、だってさ、私がこんめっちゃ熱弁してたからなんかみんなさ、なんかそういう人多いと思うんですけど、いかがですか？え、結構いた気がする。とかさ、ほら、なんか私のお友達がいるさ、スプスラッシュとかにさ、おみんな出会えたりとか、そうそうそう、それこそかまちさんに、そう、おおとか言ってる人もかまちさんにあのいろいろ言われて、あ、俺は本当にゆりなさんが好きなのかもってちゃんとこれ思えたってことは、もうかまちが育てたってことじゃないですか。そう、結構多分ね、10人ぐらいは絶対いると思うんですよ。私はね、気づいてるんです。で、私が卒業する前に私より先にライブ行って、私はめっちゃキレてたんですよ。あ、私より先にライブ行くんだよって、そう、めっちゃムカついてたんですけど、わかりますか、そういうことなんです。つまりは、皆さんちゃんと覚えておいてくださいね。イコノイジョイオって楽しいよね。でもちょっと最近ライブ、まあ、そのさ、ノイミー会とかさ、ちょっと私行ってないけど、そういうのあちょっといいけど、それじゃない系ないよね。夏戻ってこいって感じね。え、カウントダウン TV フェス楽しかった。え、マジで人生で一番なんか楽しんだって思った、あの時のライブ今までで一番ライブ楽しかった、あのライブ。唇カサカサね。初めてさ、なんか私その8のライブしか見たことないし、発言してからさ、なんていうの、一回武道館は行ったけどさ、ガチでちゃんと自分で応募してさ行くのなんてさ、初めてじゃん。初めてだから、今日リアタイできない、それまずいよ、そりゃまずいで。そう、楽しかった。もうね、もう私が AKB を一番盛り上げ、なんか盛り上げようと思って、こ全力でコールしてたの。そう本当にコールしてたし、踊ってたし、なんか、え、踊れるんだけどってなるのね。楽しかった一部の曲踊れるんだけどとか言ってさ、そう、あとね、なんか推しメンからレスもね、いっぱいもらったんですよ。そんな近くなかったのに。そう、え、でもね、あの、なんだっけ、誰のことを一番目にって曲あんじゃん、誰のことを愛してるかみたいな曲これさ、マジでさ、このつながりを作るためにアイドルになった人、これさ、本当にさ、何、スマイルアップとかさ、そういうやつだったら絶対私さ大炎上してるよねまあ、そういうのでさ炎上しちゃう人たちはたくさんいるわけじゃないじゃないですか。え、そう、そのさ、誰のことを一番してるかと、最初イントロで一瞬分かんなくてさ、こんなにみたいなさ、始めた瞬間にさ、いやーってそういやーってなって、もうか、ま、マジで踊れないけど、手なんか適当になんかずっと手ね、なんかパタ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 やってたの、友達と。それが一番楽しかった。誰が一番なの？え、それはもう一番は決まってますよ。一番はね、決まってるんです。
でもあのあれですから、各グループに一番、いやでもやっぱりでも一番はあの人ですね、あの方ですね。で一般人 OL かっこオタクかっこ元アイドルの部屋ってことですよ。そうです、その食べ物です。食べ物っぽい、食べ物っぽい名前の人が一番好きです。うん、もうあのね、そのこの間の FNS でもさ、FNS でもさ名前呼ばれたじゃん、3人、3人っていうか、あのまず5人呼ばれて、でその3人移されたじゃん。もう私本当にさ、なんかもう、うおーってなった。言いたいことわかる？多分ね、このうおーってなった気持ちの人はね、多分いっぱいいると思うの。8のファンならみんなそう、多分。マスカラがない。え、みんなならんかった？うわーみたいな、キヤーみたいな。え、ねえ、コメント全員欲しかったよね、それは思った。全員コメントしてくれやって思ってた、思ったよ。それはちょっと思ったけどさ、ね、私もさ、なんかさ、皆さん一人一人からコメントをってさ、言ったんだよ。あの、相葉くんが。だからさ、えってさ、一回喜んだの。そしたらさ、終わっちゃったんだよね。ね、思ったよね、みんな。ね、思ったよね。だってさ、なんか全員って言ったよね、今みたいな。あれみたいなさ。ほんと、それな。マジで、説明。え、そうだよね。私が泣いてると思ったら泣けるよね。ママになってる。ママでは育てただけだから。ママじゃないよ。でもさ、もうその後さ、カメラ、歌の時にさ、カメラ抜かれるたびにさ、マジでちょっとさ、さすがになんかテレビ、携帯でさ、写真、何、動画撮りながらさ、テレビ見てたの。でもさ、どこだっけな、もう最後の辺、最後の割と最後の方で抜かれた時にさ、キャーって言ってるの、私。本当にエイトが大好き。そう、携帯でも固定しながら動画撮りながら、そう、あのだって最後の SNS って言ってるから、そりゃさみたいなさ、そりゃちゃん収めないとって思って。普通に可愛すぎて、うん、飛んだ。もうあとさ、みんなにさ、みんなにさ、お願いっていうかさ、みんなにお願いがあるんだけどさ、お願いっていうかさ、そう、お願いか。あの、レミ選抜にさ、入ってほしいんだよ、私は。だからさ、なんで入れてくれないんですかって抗議文出しといてくんない？握手買ってとかじゃなくてさ、運営に、抗議文出しといてくんないかなと思って、代わりに。
そうだ、レミタン。もうレミにさん、レミに選抜入ってほしかったって送ったもん。抗議文出して。抗議文代わりに出しといてほしいの。そう、私じゃ名義じゃなくてね、頼んだよみんな。何、私に抗議しない、何、誰、何が、何が、何、どういうこと、そのレミが入ってないことにってこと。ねえ、なんか選考基準がわからないから難しいよねこれはね。カンチさんが言ってましたって言っちゃダメです。そうすればよくない。なんかそれはさ、ちょっとあれじゃない、なんか身内っていうかさ、あれじゃん。だからもうみんながもうみんなの熱意でっていうのが大事さ。ね、まつげがなんか変。なんかさ、なんだろう、なんかレミはなんかやっぱりね、直接会うとね、あの子はねキラキラしてんのよ。あの子の中で自然発光してるからさ、そう、なんか本当に輝いてんのよ。ブラックリスト入っちゃってんの。渋谷スカイって何だ。でもなんかあんまりさ、なんだろう、今までいないタイプの顔じゃない。だからこそさ、一人こう選抜に入ってもいいと思うんだ私は。なべちゃんありがとう。目からビーム出てわかる。ね、本当に頼むよ、みんな頼む。分かった、じゃあ抗議文出さないなら、出してくれないなら、みんなさ、お話し会とか握手会さ、全部買ってください。人のやつだからさ、買ってくださいとか言える。ひな形ください。ひな形考え、一回出してくれたら添削するね。じゃあ熱意が足りない、やり直しって。でもさ、ちなみにさ、みんなはさ、そのもしかしたらさ、結構今さ、推しメンが卒業してる、して今度しますみたいな、最近しましたみたいなさ、人絶対多いじゃん。その後はさ、他の誰かのメンバーを押すの、まだ二押しが いてその子を押すぞって感じなの、それともさ卒業しちゃうの。
これからデビュー？何のデビュー？でもさ、なんかさ、推しメンいなくてもさ、AKB の楽曲ってさ、なんか素敵じゃん？元気出るじゃん。聞いたらさ、なんかうおーってなるじゃん。でもさ、それをそこに推しメンがいないと難しいよね。あとは大西さん、ももかさん、一押し、あとはいっぱい、あとは全員、あとは全員推しですって。ねえ、ニアジョイちゃんマジで大好き。ねえ、ニアジョイちゃんってさ、本当にいいと思うんだ。ねえ、ニアジョイちゃんね、本当に今私一番来てるかも。ニアジョイちゃん、ジョイちゃん、なんか多分今のジョイちゃん、ジョイちゃんはなんか、うん、他のグループと比較するのもよくないのかもしれないんだけど、なんかエイトらし、エイト、なんとかをちょっと感じるかもしれない。ニアジュイちゃんはね、青春なんですよ。私はあの小沢あゆみちゃん推しなんですよ。小沢あゆみちゃんをガチで多分みんな小沢あゆみちゃん押せば絶対に幸せにしてくれるって思う。ユージよりどっちでもないね。本当にそう。じゃレレノンもうなんかその濃いって感じ。推しメンはあいみちゃんなの、私の推しメンはね。もうそう、幸せになれる、絶対に。あのあいみちゃんを推してれば幸せになれると思う。私はね、感じたんですよ。あ、この子は絶対私のことを幸せにしてくれるって思ったんです。でも多分長年アイドルオタクをしている方なら多分わかると思う。ね、ちょっとマジでなんかレノンを見るとなんかレノンって呼び捨てしますけど、心が胸が苦しくなります。なんか ガチ胸苦しいって感じ。で、うわ顔好きってなるのは大志田のみっちゃんです。あの、あーこの顔好きやーみたいな、なんか見てたいわーってなるのは大志田美月ちゃんで、あーもうめ、なんかずっと見て、なんかずっともうなんかなんかとろけちゃう、見ててとろけちゃうのはアリスちゃん。そこの辺が好きですね、私は。この辺のメンバーが好きです。え、ナンさんだったら絶対
あいみちゃん押せるよ。要は D&D ってことか。え、マジで全員好き。ゆうかちゃんもいいよね。ゆうかちゃんも本当に、なんか、なんだろう。あ、なんかこの子は絶対にアイドルっていうことを全うしてやってくれるんだなっていう安心感がある。なんか応援したくなるって感じ。もうなんかみんな好き。ニャジョイちゃんに私は今かけてる。そうそうそう、そうなの。全員だってさ、いい子だからさ、全員みんないいからさ。そう、でもアリスちゃんやば。アリス、アリス、もうなんか本当に俺のアリスって感じ。なんかあの一番あの俺のとか超絶可愛いって一番言いたいのがアリスって感じ。問題発言した、やばい。え、メイクほぼほぼ終わった。ほぼ今やってない。なんかめっちゃゆっくり、なんかラーメンでも足しちゃおうかなみたいな、ルンルンみたいな感じ。でも服もうね、服がめんどくさい。え、そうだよね、マジでアイドルね、作りたいよね。おうおう、ラメでキラキラになってきたよ。でもさ、でもみんなね、今さ、今私のことをさ、え、こいつやばい、こいつやばいとか言ってさ、今みんな言ってくるけど、みんな言ってくるけどさ、絶対みんなもさ、同じこと思ってるっていうか、なんならそれ以上のことを思ってるのにさ、私ばっかなんかやばいやつっていうのはおかしいと思います。そういうの良くないと思います。いじめです。で、みんなもさ、裏でというかさ、なんかオタク飲み会とかでさ、え、マジで〇〇ちゃんやばいっすわってさ言ってるわけじゃん、絶対。言っててさ、マジでもう、あ、やばいっすとか言ってさ言ってるじゃん。いろいろ言ってた、言ってるじゃんね。え、仲間じゃんね。仲間じゃん。確信。いや、絶対言ってるから、君つけんなよとか絶対言っとる。もうみんな言ってるんですよ。だってオタクだもん、みんな。私もオタクだし、私オタクだから言うけど、みんなもオタクだもんねえ、みんな。え、そうだよね。絶対言ってるよね。あ、ゆりなちゃん。ゆりなちゃん。ゆりなちゃんが頭から離れないよって言ってるじゃんね。言ってるでしょ？言ってるよね。ちょっとごめんね。個人攻撃したくなっちゃったの、たまにね。メンバーってファンの人の話。え、するよ、するよ。わかんない、今の人たちはしてないの。あ、あやみんさんなの今。え、そういう感じ。え、浮気。え、
浮気ってこと？え？信じらんない。私ねよくねファンの人の話してたよ。話すのそ話ダメこそさコロナ禍とかってさマジでさショールームしてさとがショールームと学校しかないわけよ。だからさなんかさマジでそのファンの人の話ぐらいしかって言ったら失礼だけどさそう話してた。きのちゃんとか友達とかにもこんな人いるみたいな、この人超優しいみたいな、この人のコメント受けるみたいな、逆になんかなんか〇〇って人いてさみたいな、なんか嫌なこと言われたんだよねみたいな、もう言ってるよ。よしも悪しも全部言ってた。マカロニ48さん48ありがとう。ドキそう、ドキドキ。ちょっとさ前髪直そう。でもみんな多分分かんない、言ってんのかな、どうなんだろうね。私はその友達に言ってた。セキラ、あ、いろはちゃん聞いてる。私多分友達なんだよね。だからじゃないかな。アイドルに戻らんよ。戻らん。カズさんのお話楽しいよ。本当。これでじゃあ会社でも頑張るね。でもさ本当にさなんかその堅苦しいさ説明とか喋りになるとできないんだよね。私本当に記憶力良いよね。そういうの共有されて詰められたことある。かわいそすぎる。かわいそうだけどそれは自業自得だわ。推しが出場した後そうだよね、そうだよね。でもなんかマカロニさんは私オタク時代もなんかからなんか知ってたけど、あのオタクのオタクになる間口だと思うから頑張ってほしい。よくおすすめに流れてきてたから知ってたけど、不倫ね、不倫勇気がないわ。昨日よっしゃ前髪神様なの。でもさ、ね、本当にさ、推し卒業したってどうしたらいいんだろうね。本当にね。ちょっと皆さん、今から私は髪の毛を
え、濡らさんでもいけそう。バレたら話題になっちゃう。大丈夫っしょ。誰も話題にな、私のことなんて誰も話題にしないよ。だから不倫ってさ、したくなっちゃうのかな。なんかさ、もう不倫不倫を話題にするあれです。不倫する人はさ、もうさ、止められないんでしょ。そのさ、スリルが、スリ、そのなんていうんだろう、バレるかバレないかのさ、スリルがやめらんないらしいじゃん。ね。だから多分 DD な人はちょっと気をつけた方がいいかもしれない。なんか DD って言っても堂々と DD って言ってるあれじゃなくて、なんか丸々ちゃん一番だから、丸々 A ちゃんが一番だから、 B ちゃんが一番だからみたいな風に言ってる人は、多分その普通の何、結婚のやつとかでも多分そのそういう細胞遺伝子なんだと思うから、気をつけた方がいいと思う。え、違う、私は誰々が一番、誰々が一番なんてことは言ってないんですよ。私はみんな大好きって言ってるんです。みんな大好きって言ってるだけです。そう。だってさ、なんかもう治らないっていう、絶対一回不倫とか浮気した人はまたやるよって言うやん、なんか。シンクってる、嘘、やばいやばい。え、違うよ。違うから一緒にしないでよ。え、なんかその不倫はさ、隠してるわけやん。隠してるわけでしょ、一緒に隠そうとしてるわけじゃん。ね、それが違うんよ。え、ちょっと待って、前髪しくった、やばいやばいやばい。オッケー、できたできた。まあいいだろう、前髪ね、そうそう、切らないとやばい。今日はおしゃれはしません。だから最近もおしゃれめんどくす、おしゃれできない、おしゃれじゃないもん、わかんない。なんか楽、楽が第一。午前中から何の会話をしてたかっていうと、みんな2時からあの地上波で日プの最終回があるから、投票2倍になるから2時からスタンバっといてっていう話をしかしてないです。私は豆まきの大抵とレギュレーション、え、全然何にも決まってない。とりあえず開けといてって。おしゃれしたいんやけどさ、おしゃれの仕方が分かんないんよ、いけのはさ。アップルパイ作ってもできるよ。アップルパイ、アップルパイいいな。さすが長野。なんちゃん TBS はロックちゃん、多分2時から2時半とかだと思う。30分しかないさ。今までと同じで、同じ。みんな投票してねって。で、公演中だけど、お腹いてててて、お腹いてててててってしてきて。いつも、いつもとかできるはず。
イベント中じゃなかったな。じゃじゃん、石井蘭ちゃんだよ、石井蘭ちゃん。投票できるはずなのに、初めての切なさ。怒られるこれ替え歌。どうやって隠せばいい。もう下まつげ忘れてた。大丈夫だよね。だって卒業してるし、一般人だし、ただのオタクだし。私でもアイドルなんかじゃなかったからめっちゃ好き。めっちゃいいと思う。ボーナスください。別に、あ、でもアイドルになれてよかったって思ってるよ。そうだよ、アイドルになれてよかった、卒業して思ったって感じ。え、そう、貢ぎたい。え、でも違う、アイドルに貢ぎたいけど、でもなんか悲しくなってきて、気づいたらお金なくなっちゃうじゃん。悲しいなって思って。つながりたくさんね。そんなこと、 そんなことないですよ。マシに三つ子、いやいや、え、そう、なんかさ、お金が消えない方法ってないのかな。お金が消えずに貢げる方法。ってないかな。ない、そういう方法ないのかな。で、気持ちはもう死ぬほど満たされるわけよ。例えばさ、ライブチケットが1万円だとしてもさ、1万円以上のさ、もう気持ちでさ、多分満たされてるんだけどさ、そっからさ3日ぐらい経つとさ、とかさ、来月次の月になったらさ、いきなりクレジットカードからさ、なんか何十万もさ飛んでいく姿を見てるとさ、なんか お前がってなるじゃないですか。なんかさ、例えばボートレースとかってさ、まあ、ボートレースとか、まあ、なんだろう、負けちゃう時もあるけどさ、趣味としてさ、もしかしたらお金が入ってくるかもしれない趣味なわけじゃないですか。このさ、アイドルのオタクっていう趣味はさ、あの、お金が増えることのない趣味じゃないですか。可能性、お金が増える可能性はゼロじゃないですか。説明ね。え、ボートレースやったことないよ。ボートレースもないし、なんだっけ、競馬もないし、なんだ、あと、カジノもないし、なんか、なんだっけ、パチンコ
もないし言ったことない。そう、出ていくばっか戻ってくることない。あと何があるかな、なんだろう、やってみたいって思う。なんか大人だし、大人だし一回くらいなんかそういうのなんか体験経験としてやってみたいとはめっちゃ思う。楽しいのかなって。確かに福留なんかボートレースめっちゃやってるみたいな。野球とばっかりかけば絶対ダメでしょそれ。麻雀もやったことない、わかんない。どうする、なんかビギナーズラックでさめっちゃ勝ったら止まんなくなっちゃうかもしれないよね。硬い、硬い馬券って何？硬いってどういうこと？その負けにくいってこと？ね、面白い。そうそうなんだよね。ボートレース部面白いからやってみたいんだけどさ。そうそうなんですよね。よし、完成。したから完成したから見せてさよならしよう。用意し出ていくから。でれれ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 れ、
タンティですよね。
前のニュースにさ、石井らんちゃん、関わりないです。私の一目ぼれです。
そろそろ
大好きですね。
は、なんか、ランちゃんのファンのグループに入ってます。入ってます。見てるだけだけど。
生やから。ま
皆さん、バイバイ。